トルニオの戦いは1944年に発生したラップランド戦争の戦い。これまでにもドイツ、フィンランド領軍の間にはタンネオスト作戦などの戦いは起こっていたが、これが初めての本格的な戦闘となった。ドイツ軍はフィンランド軍に領土を渡しつつ、ドイツ占領下のノルウェーに向けて撤退中であった。ドイツの関心はすでにフィンランドからソ連に移譲された。 ニッケル鉱山のあるペッアモを保持することに移っていた。さらに、ドイツ軍とフィンランド軍はこれに先立つ継続戦争で共に戦っており、互いに友情を持っていた。そのため、この時までのドイツ軍とフィンランド軍の戦闘は乙女ご歌詞のようなものであり、お互いに敵外心をあまり持っていなかった。しかしながら、フィンランド軍はソ連との平和条約の中で、 武力によって2ヶ月半以内にドイツ軍を追い出すことを求められており、フィンランド軍はゆるゆると撤退するドイツ軍を早期に撤退させる必要にかられていた。このため、ヤルマルシーラスブオ中将はオールからトルニオ近郊に陸海軍共同作戦で上陸し、同時に陸ロケミを攻撃する進行作戦を計画し、命令した。フィンランド軍は 対空砲を一門装備する三隻の輸送艦を使用した。スウェーデン国境に沿って撤退中のドイツ軍を分断させようというこの作戦の実行はドイツ軍を驚かせた。トルニオでの上陸輸送艦は空海軍の支援を得てオールからトルニオの80マイルの距離を航行していた。幸い悪天候によってドイツ軍の爆撃隊は出撃していなかった。 フィンランド第11連隊の上陸は、ロイッタ海岸で反撃も受けずに上陸し、同日には、トルニオの町を占拠した。町で防衛を行っていたドイツ軍は、モッティ戦術で追い詰められ、降参した。フィンランド軍のトルニオダッシュによって、退路を脅かされたドイツ軍は、浮き足立った。第15両兵部隊は下を通り、ケミに進攻した。しかし、こちらは橋に、ドイツ軍が地雷を仕掛け、 吹き飛ばしたために進軍が遅れた。トルニオ鉄道橋はスウェーデンが戦争に介入するのを避けるために爆破されなかった。トルニオにフィンランド軍が上陸した翌日、ドイツ空軍が爆撃を行い、フィンランド軍に60人の犠牲を払わせ、成功裏に終わった。続いてドイツは反撃したが、フィンランド側は第二次揚陸兵や、 海軍の沿岸砲撃といった援護もあり、ドイツ軍を撃退した。この時の成功によってトルニオダニには記念碑が飾られている。当初の計画では、フィンランド軍はケミ近郊でドイツ軍の退路を断つ計画であった。しかし、ドイツ軍はロバニエミへの退路を隠すことに成功し、秩序よく撤退した。一方、トルニオのダッシュは、ドイツ軍をトルニオ川流域と、 君よきか流域に分断することに成功した。道路の喪失によって、ドイツ軍は、ケミ近郊の軍に物資を送るために、ロバニエミを通さなければならなくなった。これは、ドイツ軍に、ケミからの撤退を促した。10月8日には、ケミトルニオの区画は脱出された。北方にいた、ドイツの司令官、ロタール・レンデュリックは、フィンランド軍のトルニオでの上陸作戦強行は、 温厚に撤退しようとするドイツ軍に対する配信と考え、これが彼がラップランド地方全体に対する焦土作戦を命令する発端になったと言われている。事実、焦土作戦はラップランドで情勢が悪化した際に使うように、エドゥアルト・ディートルが1942年にすでに計画していたものであり、すでに実行されていてもおかしくはなかった。 トルニオ攻撃はソ連に対してドイツと戦闘が行われていると証明した。また、フィンランドはドイツとの迷惑を保護にし敵対することができる。さらにそうしているのだということを国内外に知らしめた。しかし、その代償も大きいものであった。ありがとうございます。